ジョージ・クリストファー・モールスワース・バードウッド。ジョージ・バードウッドは、インド植民地時代のイギリスの役人、博物学者、著述家である。インドの芸術をヨーロッパに紹介したことで知られる。インドのベルガウムで生まれた。父親は、インド中流の軍人で、母親は、ロンドン伝道協会の伝道師の娘である。教育のために、イギリスに送られ、グラマースクールを経て、 エディンバラ大学で医学の学位を得た。軍医となってインドに戻り、ボンベイ医師団で働いた。医学の分野以外に広い興味を持ち、ボンベイの文化庁に関与し、新設されたボンベイ大学の事務長を務めた。王立アジア協会の美術博物館の学芸委員も務めた。著書に、ボンベイの栽培野菜製品は1868年までに12班を重ねた。 1868年に健康を害して、イギリスに戻るが、インドの文化の紹介のために働き、国際博覧会、博物館の展示に尽力した。サウスケンジントンのインド博物館の学芸員を務めた。1879年に、インド省に役職を与えられ、インドの歴史記録などに関する著作を行った。1887年にナイトを除釈した。 バーデュは植物の学名で命名者を示す場合にジョージ・バードウッドを示すのに使われる。ありがとうございます。